何時だったの？今日は、うん、あのさっきね反省会あきら先生という、うん、はい、ねビフォテイトにはダンスのね先生がいるんですけど、先生が見てくれて反省会を45分ぐらいしたしましたね。今日はたっぷりでしたね。めっちゃね丁寧に言ってくださって、そうなんですよ。まあ今日はあの久しぶりの公演な感じが出てたって言われました。みんななんか細かいミスが多かったから、ね、やっぱあきらさんは11年も NMB 見てるので、うん、もうちっちゃなミスも見逃さない。そう、ほんまにありがたい、ね。私今日あきら先生とずっと語り明かしててん。え、そうなんですか？公演前とかに、うん、あのまずあきら先生がね、こう私たち公演前にストレッチってするんですよ、うん、でストレッチしてたらあきら先生が現れて、で私たちはストレッチしステージ、劇場のステージでストレッチしてて、あきらさんは客席の方に現れた時に、ストレッチの時に曲がかかってるんですけど、その曲に合わせてフリーで踊るんですよ。ね、でその時のダンスがもう体から音が出てる。確かに体で音を奏でてるから、なんかどこのバンバンっていうリズムを取ってるかっていうのが見えてくんねやんか、うん、目で見えるから。今までいろんなあきらさんのそういうあのパフォーマンスに対して、うん、いろんなメンバーが話してるの聞いてきたけど、うん、渚さんが今言った体が奏でてるが一番、うん、合ってます。うわ、あの光景にやろう。だから、うん、なんかそれがすごいなと思って、あきら先生にどうやってその音を聞いて体で表現できるんですかっていうのを話してた。なんで？じゃあなんか音楽ってそれぞれなんかリズムが決まってて、うんうん、R&B とかラテンとか、はいはいはい、ヒップホップとかなんかその大体決まってるから、うん、それを覚えなんか知ってるから、うん、なんか当てはめれるみたいな。今はこのこういうリズムだからこういう雰囲気だからそうで、ダンスとかもメロディーとかに合わせて作ってるダンスと、うん、バックの音に合わせて作ってるダンスっていうのがあるから。確かにそれはそうかもしれない。やろう。だからあきら先生がつけてくださった振り付けって、青春のラップタイムとかでこう青春のラップタイムって歌詞ですね。そう、全部歌詞でみんなで口で合わせれんねんけど、うんうん、あのクリエイトボーイさんとか。確かに。あ、でもあきらさんも太陽が坂道を登る頃は結構リズムです、うん、太陽が坂道をって結構リズムの方でバックの。あ、そうですそうです。なだからそのにあるかも。そうやね。なんかあきら先生はでもあの自分は大体メロディーに合わせてやるって言ってて、うん、で人によってなんかその振り付けが違うから、だからメロディーで覚える曲とバックの音を聞いて覚える曲っていうのがまた先生によって違うっていうのを初めて聞いて、しだれ柳とかだってあれじゃないですか、しだれバーン、そうそうそう、バックの音。確かに。でそれを今日初めて知って、あ、なんかそういうことかって、振り入れの時に私はもうあの次手を右に出す、次頭を横に傾けるっていう、あの曲とか歌詞、そうそういう動きをこう覚えてたから、あ、お花降ってきた、あの人がお花降らしてくれた。あ、本当だ、お花降ってきた。だからなんかすごいそれも勉強になった。これからだからどっちで覚えたらいいとかをやったらいいや。でもコジリンとかはめっちゃ音ハメとかうまいやん。それは、お花生えた。それはもう本能的に分かってるもん。そうですね。あんま考えてやってはないかも。うわぁ。花降ってきた。すごい。でもなんかそれ聞いたらなんかやりやすいですね。そうそうそう。あきらさんの曲は歌詞に注目して踊れるし、うん、フレイトさんとかだったら音いっぱい聞こうって思えるし。そういう感じで、あの、うん、なんかね、みんなで反省会とかで喋ったり。そうなんですよ。そう、あと緩急も大切って、バーンっていく時とシュッ、おー、キ
キレみたいなこと。そうそうそう、キレ。細かいダンスの踊りとかも、うん、ミラーボールが光ったら私は歌わなきゃいけないんです、それはルール、私のショールームのルールえ、ちょっと待って、作ってる歌なんですか今さっき待って、なんか聞いたことないけど、うん、渚さん昭和の曲とか聞いてるじゃないですか、昨日も見てましたよ、出てたの。ありがとう、渚と芸人マッチング。そうそう、だからそれかなって思ったら、ちゃうね、あのミラーボール来るやんか、たまにもうミラーボール来たら話しててもその話してることを歌にして歌わなあかんっていうルールが課せられてんの。すごっそんな苦しいルールを自分でつけましたね自分でつけ、なんかたまにさめっちゃ長い間さ、うん、ありますよね、めっちゃ長いの。 その時どうしてんの逆にさ、あんなミラーボールされてさ普通に喋ってたらおかしくない、そっちの方があの最初私もミラーボールがそのスタンプに出てきた瞬間は、うん、じゃあその間なんか歌おうってなって、うん、あの NMB の曲とかそういった記憶もあるけど、そうそう、え、この間それこそあのなるほどね、すぐそっけ、コージーリーの話聞いてます、ね、始まってました、向こうにはミラーボールが流れてる。何あの恋ラブ終わった後 の、 そのお見送り会の時に、何のしだれ柳の曲がね、そう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 、歌詞なしでね、そうそう、そしたらしだれ柳の曲を替え歌でお客さんがはきあの変えられる最後までちゃんと歌い切ってました、全部作った歌詞で。そう、その日あった出来事とファンの皆さんの気持ち、そう、そんな出てこないですよ、みんな4分間を。あと YouTube でなぎチャンネルも、うん、あのなんか話す回があんねんけど、うん、普通にトークする回、うん、はいはい、ラジオみたいな、そうそうそう、でそのラストは歌で締めるっていう、うん、あ、そうなんですね即興ソングを作ってね、そっか、あれが初めてじゃなかった。いやいや、でもな、それお見送り会はもうチーム M の時からやってた、うん、あ、そっか、そう、キャプテンになったらさ、あのマイクやらなあかんやんか、うん、ね、その時にいつも歌ってた。本当だ本当だ、でその時もよくやってた、わらってきてます。でもそれはもうその瞬時にあの言葉を出すっていう特訓を したかったん、その時すごい、その場で練習の場としてそう、もうあのしてたんですね、ちゃんと頭を回す練習、誰かのために公演、私が今日は優勝し、はいはいはい、そう、キスマチ、やっぱコジリン、そういうコジリン選ばれがちよな。確かに、あの変なことやってるからでしょうね。それがうまいんやと思う。なぎさ、あのなぎさそういうの下手やねんな。嘘、ほんま、いつもなんか目つぶってうんみたいな。あ、わかり、そうなんだな。変なことしかできない、逆に。ああの夜に口笛吹いたら蛇が来るっていうやんか。そうなんですか。そう、でもね、それ来ないらしいですよ。なんでかって言ったら蛇って耳ないらしい。え、そう、だから蛇は来ないらしいです、夜に口笛吹いたりコーダーしても。初めて、あ、やばい、何ミラーボール。はい、でも一瞬で終わりました。歌わない、そう、歌わない、だって即興でさ話振られたりするときになんか出す練習、なんかでっかい、でっかいキノコそこにあるよ。本当の歌なのか、作ってる歌なのか、全然あれがわからないですね。でもさ、ショールームって歌ったらあかん、なんかさ、カラオケであったような、そういえば。あ、ありますあります、貼ります貼ります、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 コジリンが貼ります、貼りますを貼ります、貼りますって言いましたね、聞いてたでしょなあ、コジリ何かも今日間違えてた。何やったっけ。あ、それは渚か、あの加藤ウーカさんのことをウーちゃんって呼ぼうと思ったらウーパンって呼んでた。そう、パイセンとね、そう、先輩とウーちゃんをウーパン、ウーパン。
え、カラオケってどうやって？あ、これです、これ。お前はですか？ない、アップデートしてないから、うん、AKB の曲やったら歌ってもいいんか。そうです。何人の人が見てる今？1380人。ああ、すごい。リバーブとかも BGM の音量とかもありますね。すごい本格的。え、わらがみ様で NMB にハマりましたって。嬉しい。嬉しい。初見の人ありがとう。でも初見って書いてないな。でも嬉しい。なぎさと芸人マッチング見たよ。ありがとう。あの皆さん、あのね、なぎさと芸人マッチングが昇格するには、うんうん、あの TVer とか配信の再生回数がめっちゃ重要らしくて、なので皆さん、あのめちゃくちゃ見てください。見てなくてもいいんで再生してください。見て見て、小尻も見て。私も見る。 TVer ですね。 TVer いつまで見れるんですか？1週間。お願いします、皆さん、あの昇格、昇格しなくても長続き。あれ100回見ます。嬉しい。長続きするには配信の再生回数が大切なんですって。せっかくの冠番組やから。皆さんこれも見なきゃ。もう一回言って。そう、私があのツイッターの一番上に固定してるんで、コジリもリツイートしてくれします。優しい。メンバーって優しい。メンバーって優しいの。だってさ、渚が終わった。そうそうそう、これ3秒とか一瞬やったから。ただ喋ってることをリズムに乗せるだけやから。本当ですね。私が冠番組始まりましたみたいな報告もさ、みんながあのリツイートしたりとか引用してくれて、もう優しいです。エネビ最高。さあ、じゃあ私は15分経ちましたので、ちょっと待ってよ。私一緒にランキング発表しようよ。一緒にランキングしますか。あ、でもそれはおかしいか。だって絶対違う人ですもんね。確かに。鼻が高くなったらこう。私の鼻が高くなったらこう。何？同じこと2回言った時です。で、時間がなかったです。もう、じゃあね、ランキング発表ってさ、これ、あ、OKOKOK。ねえさんもランキング発表しよう。じゃあこれは小声でお互いやろう。そうですね。じゃあ、何位の人か、12位の方からやるの？15分経過しました。え、こうやって12位の方からやるの？13位からです。 OK。 あ、13位の方は。そう、13位から。え、どうしたの？なんかちさとさんばっかり出てくるけど。私押してんのかな。そう、あのね、押さなくていいですよ。 OK、 OK。にゃーん。一回メッセージ書いてくれた。音が聞こえない。マイク押さえてて音聞こえんかったらしい。ネギさん13位からもう一回言ってください。言います。ではもう一度 One more time。 13位イオさん、ありがとうございます。12位リッキーさん、ありがとうございます。11位吉原さん、ありがとうございます。10位タカちゃんさん、ありがとうございます。9位マサルンさん、ありがとうございます。7位、8位、なっちさん、ありがとうございます。7
7位竹ぽーさんありがとうございます。6位ピッピさんありがとうございます。5位イサッチさんありがとうございます。4位コショコショさんありがとうございます。3位ブーくんさんありがとうございます。2位レナナさんありがとうございます。1位ジョンアットホンコさんありがとうございます。ということでコジリもコジリも終わりました。じゃあ皆さんまた会いましょう。バイバーイ。いつやったっけ公演次。9 11周年の時にまた9でね。9で11だよね。11年バイバイキー。おやすみなさーい。